戻ったか。用は済んだのか。ああ、そっか。なら次は罠寮に行く。ウサギを取って馬場に精をつけさせてやろう。すんません、兄貴、俺のためにわざわざ。ああ、任せとけ。くくり罠は俺の方で用意しておいた。冴島、山に入る準備はいいか。ああ、準備できとる。それじゃあ出発だ。Thank you.
美味しくいただくで。うまい、うまい、うまいっすかね、これ。でも、なんつーか、獣肉っぽくない味ですよね。あんまりうまいもんやないな。ウサギの味としか言いようがあらへん。あ、でも、栄養はありそうです。だいぶ体力も戻ってきたようだな、ババ。はい。これも奥寺さんと兄貴のおかげです。感謝してます。佐江島、ウサギの毛皮でお前の防寒着も補強しておいた。試しに着てみろ。なるほど、こいつはあったかいで。そいつを着れば雪山でもなかなか体力が減らんだろう。奥寺藩、お気にな。お前が命がけで取ってきた獲物だ。俺に礼などいらん。相変わらず素直やないの。
まったくですね。なんとでも言え。オクデルハン、どこに行くんや。集落の様子を見に行ってくる。雪で塞がっていた道がどうなってるか気になるからな。お前たちにはまだこの集落を出てやるべきことがあるんだろう。ほな俺が行くわ。師匠を働かすのはあかんやろ。それに奥寺藩もまだ傷が治っとらんはずや。少し休んでもらおうな。なら好きにしろ。ババちゃん、具合はどうや。兄貴のおかげでだいぶ体力も戻ってきました。下山するくらいならもう大丈夫です。道さえ復旧してくれりゃいつでも出発できますよ。そうか、けどあんま無理をすんな。何？